を見る振りと見るということをしながら、ネックレスすることを意識すれば、上位で回るのもあれだというのが、まあ、と思いました。その中でしっかりと自分たちの強みを、まあ、テープなんですけども、生かして、これから戦っていきたいなというふうに思います。もちろんいい時も悪い時もあるんですけど、まあ、その風のシフトに合わせないといけなかったりとか、またシフトじゃなくてブローを重視しないといけなかったりとか、まあ、その辺しっかり割り切ってレースができた時は良かったんですけども、まあ、何を重要視するかってそこが見間違えた時必ず注意を落とすので、その辺をしっかりレース前にプランをしっかり立てて、見分けをつけて、レース戦って